J リーグ大なる鳥取の西山祐介です。水戸ホーリーホックの川野選手から、バトンをいただきました。私は明日パートナーズの活動を応援しています。明日パートナーズは障害者の方がいるご家族の親なき後相談室です。親なき後問題については、正直、僕もあまり知っていませんでした。この活動を通して、またそういう人たちに、少しでも、勇気を与えられるように、またそう、この明日パートナーの活動が、こういう SNS、YouTube だったりを通していろんな方に、広まっていけるように、僕も魅力ながら、協力させていただきたいと思います。西山選手は、プライベートではカラオケが非常に得意だと思いますが、西山選手のお箱の歌を教えてください。僕自身あまり得意な曲というよりは、その場にいる人たちに合わせた曲を、なるべく歌うようにしています。次は、同じ J リーグの藤枝前 FC の杉本拓也選手にこのバトンを回したいと思います。杉本選手は、今僕がいるガイナレ鳥取に以前所属されていたと思いますが、鳥取時代によく遊びに行っていたスポットを、ぜひ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。